パワービジョンジャパン、魚型水上ドローン投入、養殖漁業で餌巻き。パワービジョンジャパン、東京都多摩市、大加陽社長、042-319-6799は、水上飛行ロボット、ドローンのパワードルフィンを9月に発売する。トビウオ型で、先端に可動型カメラを取り付ける。魚と同じ視点で、水上、 水中療法のストリーミング画像を撮影できる。サーフィンやマリンレジャーの利用を見込むほか、コンテナによる餌巻き機能を生かして、養殖漁業での利用を探る考えだ。パワードルフィンは遠隔操作で操縦する。操作範囲は 1km。全地球測位システム GPS を搭載し、あらかじめルートを設定すれば、それに従い航行する。 巡航速度は毎秒 5m フル充電で2時間航行する。残量が少なくなると自力で察知してスタート地点に戻ってくる機能もある。